女子ゴルフ総合研究所です。今回は、ミネベア三つみレディス北海道新聞カップの出場予定選手を紹介していきます。7月4日から7月7日にかけて、北海道のまこまないカントリークラブで、4日間大会として開催されるこの大会は、今回で2回目の開催となります。北海道新聞社が主催、ミネベア三つみ株式会社が特別協賛となっています。賞金総額は1億円で、優勝賞金は1800万円です。出場選手は、JLPGA 枠100人、主催者推薦枠20人の合計120人、2ラウンド終了時、60位タイまでが決勝ラウンド進出となります。それでは今大会の出場予定選手です。シード選手です。シード選手で今大会を欠場する選手です。次に QT ランキング上位の選手です。今回の出場ラインはちょっと分かりづらかったのですが、おそらく64位の神谷若菜選手までだろうと思います。なお、現時点ではウェイティングが6枠あります。QT ランク出場圏内で今大会を欠場する選手です。主催者推薦枠です。メルセデスランキングトップ10です。昨年は小祝さくら選手が地元初優勝を果たしました。また、地元出身の菊池絵里香選手と宮澤美咲選手と4日間同じ組になったのも話題になりました。まもなく始まるプロテストを控えた有力選手が多数出場するので、アマチュア優勝を期待しつつ、安田祐香選手と佐久間朱莉選手の初優勝にも期待しています。残念ながら今週末も雨予報なので、波乱が起きそうな予感です。ご視聴ありがとうございました。